彩香で、ウキヤです。お願いします。お願いします。どん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 暗くなってる。ちょっと薄暗いけど申し訳ないです。ライトでなんとか頑張ってます。はい、はい、ということでキャンドゥによって購入したものとか紹介していこうと思います。まあこのグダグダ感、ちょっとこの緩い感じがうちらなのかもしれない。そう、いい、これが持ち味。普通に購入品、食べたことない。ガチガチの購入品、はい、のっけてラー油ペースト。これ美味しそうと思って。ね、ゆうきも買った。絶対餃子に見せたい。ね、うん、美味しそう。一個と、あとはジェノベが大好きなんで刻みバジルを一つ買ってきました。で辛いもあんま好きじゃないけどカラムーチョ。好きじゃない。カラムーチョぐらいなら全然。食べれない。いやでもカラムーチョぐらいなら。いけるかな。いけるくない。すぐお腹壊すから。なのにラー油。全部辛い。なのにラー油。いやいやいや、言いよさ、言った矢先やラー油出てきた。ねえ、びっくりする。鶏そぼろラー油。でも辛いの、そう、味的には好きなの。めっちゃ良かった。お腹壊すから、で、ラー油。持ってます。と、今撮影でも使ってるんですけど、これ。2人とも LED ライト付きスマホホルダー550円。優秀で、ね、これで550円優秀だと思う。結構明るい。10段階で今何段階で通話してるかちょっと分からんけど結構明るい。3色これ見て、顔が仕事見たした危ねえよこの、うん、これこれこれが令和になってからすごい仕事見ちょった今うほらまたやばいまた貞子になるって鈴木園子になっちゃうってよ。痛いかん。やばい年齢もあるそんなん今の子知らんやろ。鈴木さんどこだれ誰と、はい、見つけたんでお祝いしてきました。カレー3つ煉獄さん狙いですと、みつりちゃん、はい、以上が彩香の購入品です。私はキャンドゥで買ったやつがで、最初彩香と同じこの LED 式スマホグダーを買いました。まあ、これはまあ家でも使えるし、うん、今も車の中で使って結構明るいと思う、うん、若干まだなんかねちょっとそうもっと猫いろんな配分頑張ってやっていかんといかんなと思うぐらいちょっとあれはい、こちらを買って買いました。ね、電池じゃなくて、うん、あの USB タイプだから、そうそうそう、すごくいい。あれはどこ行ったの。いたわ。こんな感じで彩香のちょっとモバイルバッテリー入れとったけど、こうやってここつなげてここでこうやって明るくなれるだったり言ってたから、もう白いこれはやばい、白いすごいんだけどでもめっちゃ明るい、これぐらい明るくなる、眩しい、眩しすぎる、こんくらいでかゆうき色が白いけど吹っ飛ぶ、やばいやばい、吹っ飛ぶ吹っ飛ぶ、顔が赤くなってしまうはい、で結構ほんとこれマジ優秀、これ550円、うんで、これはめっちゃ優秀と思う、うん、買ってよかったね。よかったね。これから大活躍し、うん、使える、大体買ってるわ、大活躍すると思うほらまた待ってすぐなるやん、すぐ買うわ、すぐ来るやん、そういうところ最近口が回るそう、大変。はい、じゃあ次が切り替え早すぐ切り替える。次がこちらトミカビスケット、これ箱がなんかこう組み立ててできるらしい、ペーパークラフトになってるらしい。これははしご車、はしご車と救急車、これは甥っ子のために買いました。うん、男の子好き、たまたま本当に車好きな甥っ子、トミカバリ好きでめっちゃあるんよ。あ、そうなん。そう、ずっと遊びよ、救急車救急車救急車言うて、じゃあ喜ぶやん、これ消防車言うて、ああもう大好きな、パトカーもそうそうそう、あとトラックも好きで、多分一番この辺が好きかなと思って、たまたまトミカビスケットのなんか動画かなんか見よって、トミカビスケットっていう時、うん、見つけた時買いました。絶対このお菓子自体にこうやってほら絵が載っとうけんさ、楽しいと思う、うん、ねえかわいそう、まあね、これおばさんはちょろいんで、おいっ子にすぐこういうものを買っちゃいます、うん、おいっ子熱が、そう、愛がね、ね、ほんと大ごと大変ですわ。そして次こちら、あやかも出したのっけてラー油ペースト、これ買いました。これめっちゃいいよね、ちょっとこれは気になる、餃子につけよう、おいしそうね、
餃子美味しいよね。美味しいよね。で次がね、気になった悪魔飯、混ぜ込み悪魔飯。おう、これを気になって買ってみた。すごくない？あ、でも美味しそう。青じそ、青のり、そう。とあとこの天かす、やみつきだな。だから秋、あ、悪魔飯はさ、ほらなんかさ秋誰悪魔飯さ、ほらなんかさ、ローソンかなんかあって、そうそう、北京かなんかが、そうそう、それの作りに、うん、あとタヌキ、タヌキのね、なんかあったよね。そう、あったけん、これをねちょっと買ってみたら、ちょっと気になって。いいね、これよくない？これ作ってさ、持ってったらこれで飯いいやん、ご飯、うん、これで済むわ。これ鬼滅のカレー、2個買ったんだ。2個だよ。私は適当に前から2個取った、何も考えてて2個だけ取りました。あ、欲がないけん、いいかも。このお店なんて読むの、ラブトキック、こんなこちらのね、これを買った理由こちらです。じゃん、おそ松さん、おそ松さんがコラボしてて欲しくて買っちゃいました。もう服とかはサイズが、ね、もう正直入らんけんね、ちっちゃかったね。そう、入らんけん、あの缶バッジ見つけたんで買ってきました。でアクスタとかもねあったみたいだけど、アクキーか、あれアクスタか、アクスタかなんかあったっぽかったけど、うん、あれはもうねちょうどマスですか、取ってしかおらんかったけど、缶バッジは重視と集合があったんでこちら買ってきました。しかも 40% オフ、見えてる 40% オフ、すごい奇跡よね。うん、安くゲットできました、うん、ありがとう。はい、ということで購入品はこのコーナー、購入はこんな感じです。はい、ということでカレーを開けていくよ。カレーを開けていくよ、よ、うん、せーの、おい、うん、魚鱗抱きし久々に魚目さあ、よし、最後、うん、よし、いくよ、せーの、あ、言っちゃった、せーの、違うやん、感じ。ちょっと待って。あ、違うやん、違うやん。あ、やったやん、来た。よかったー。炭治郎。炭治郎やん。炭治郎だよ。炭治郎は来た。ここでこう来る感じすごいよ。なんかわかる。ね。なんかね、こう来るのすごいね。だってこのメンバーね。ね、こう来るのすごいと思う。そりゃそうやろ。そこ来たら。ね。そう来るようになっとったね。いきます、ラスト、ラストラストラスト、みつり来い、せーの、みつりじゃない、イグロさんやった、おばないし、ほらみつりを求めたとき、おばないさん来たんだね。あ、こっちじゃないんだけどさ、求めたらそっちに来たんだと思うよ。好きよ、イグロさんも。いいね、柱誰でもいい、わかる、なんかもう正直誰でもよくなる、うん、そう、誰でもいいの意味があるけど、誰でもあれやけど誰でもよくなる、わかるわかる、これも開けたいな、これだけでいい？いいよ。あ、でももう一個あるんよ。あ、こっち開けてない？こっち開けてない。はい、ということで購入品の紹介は以上になります。キャンドゥ優秀でした。キャンドゥ最高。キャンドゥはね、オタクに優しい、まあそのセリアもやけど、うん、オタクに優しいグッズが多いよね。缶バッジ、ケースやったりとかさ、うんうん、オタクになんか。ああ優しいものがいっぱいある。ユキがくれたあのアクスタのケースとかね。そう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 、あんなんとかマジ優秀なものが多い。あれはそう、キャンドゥも利用し、うん、セリアも利用し、おうおう、マジで優秀なものが多いんでね、キャンドゥセリアは私好きなんやけど。購入品の紹介は終わって、開封も終わったので今日の動画はここまでにしたいと思います。はい、はい、よければチャンネル登録高評価コメントもよろしくお願いします。 はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。